どうも、CRS の福本小明です。お願いします。お願いします。なんか変わったと思え。ちょっと髪の毛若くなりましたね。あ、そうなんですよ。ちょっとね、友達が実験台って言ったらあれなんですけど、ちょっとしてもらって、はい、ちょっとこんな感じになりました。そうなんですね、はい。あとはまあ特にあんま変わらないですね。ちゃうよ。とうとう10キロ行きました。それほんまですか？ほんま。ちょっとあれやったらお腹見してもらっていいですか？ちょっとそれは恥ずかしいな。できないですか？はい、10キロやったらもうほんなら80キロ言うなよそれ。今ねめっちゃ見られてるね。誰かにめっちゃ見られてるの俺。こんにちは、シャレス横浜の渡辺です。あ、ちょっと見学で。そうですか。変に緊張すんな。じゃあちょっとそしたらお客様のお車の紹介の方させていただきたいんですけど、三重県の H 様のお車の紹介の方をやっていきたいと思います、はい、それでは行ってみましょう。では早速お車の方を紹介していきたいと思います。はい、はい、お車は、ダークプライム22.0 のガソリン車になります。はい、でコンプリートのベースは CRS パッケージ。あ、CRS パッケージなんですね。そうなんですよ。スタイルパッケージじゃなく。そうなんですよ。CRS パッケージにプラスオンでしていただいているようになりますね。で、前の方からご紹介させてもらうと、ノンドリップスポイラーバージョン4がコンプリートに含まれているっていう状態になってます。で、あと横から見ていただいて、ホイールが EL のガンメタ、ツヤリ。これ何インチですか？これ19インチです。あれなんかいつもと違うじゃないですか、センターキャップ。そうなんですよ、全部が全部シルバーちゃうで。、はい、まあ、こういう感じ、まあ、ホイールがガンメタ、まあ、黒でも全然ありかと。うん、まあガンメタやっぱ黒っすね。そうですね。で、これワンポイントとして赤い入れて。そうです。これローダウンはどれぐらいですか？あ、3インチローダウンしてます。で、SX のオーバーフェンダーですね。結構リム深くないですか今回？深いっす、攻めましたね、ちょっとね。これがオフセット 9.5J になりますね。最近 9.5 増えましたね。そうですね、ちょっと攻めたサイズっていうのはちょこちょこ増えてきましたね。小牧さんが大好きなシンプルイズベストやな。はい、はい、そうですね。で、後ろの方を向いてもらったのも、ローダウンは先ほど様子でさせてもらったように3インチローダウン、はい、で、後ろは触ってません。シーって言ったらフィルム施工させてもらったような感じかな。あ、今回これ 7% ぐらいですね。お、そうです、ドンピシャです。 7% です。ですね、メインな、メイン 8.5 ぐらいあるつもりなんで。はい、それより中行きましょうか。そうやな、精一杯ボケたやな。はい。じゃあ中行きましょう。了解です。ちょっとそしたらトランク開けさせてもらいます。まずこう目に入るのが釣りされるんですか？そうなんですよ、お客さん釣りされるんですよ。こちらカーメイトさんのロッドホルダーが付いてます。なんかすごいですね、頑丈っすね。うん、こうやってで、こう触る。で、ちゃんと固定されるように。そう。え、しかも こういうのもついてません。そうなんですよ。ですので、まあ、アシストグリップなしでつけれるっていう形になりますね。まあ、こういうとこもね、うまいように使ってもらえる。あ、そうですね、うん、いけると思いますわ。8本ありますね。8本あんな、ね、8本かけられるようになってます。同時に釣りをされるということだったんで、長靴とか乗せたらベチョベチョになっちゃうから、カーゴマット、UI さんのやつですね。これ分厚みのあるタイプのやつですよね。そう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 。で、こんな物乗せてもゴムやから滑れへん、車が動くぐらい。ああ、この滑り止め機能プラス、まあ、これ撥水機能、そういうこと。 CRS パッケージに付いてます。ベッドキットが付いてます。ちょっと釣りに行くのは下大丈夫ですかっていう話しとったんですけど、まあ大丈夫でしょうっていうことだったんで、うん、3インチでこのスタイルでなりましたね。はい、はい、じゃあ次横見てください。 CRS パッケージにシートカバー付属されてますんで付いてます。これ前後ともにね。そうです、はい、はい、あとフリップダウンモニターももう付いてますね。これなんか今回統一してません？そうなんですよね。僕の一番こだわったところそこなんですよ、はい、UA さんのドリンクホルダーですね、はい、前後ろつけていただいてるんですけど、レザーブラックで中がオレンジあったんで、このオレンジをフロアマットの、そうですよ、一応レンジにしたという。そういうことです。ちょっとこう統一感があるでしょ、内装的に言うたら。だいぶ意識しました、一番力入れました。初めて見ましたこの縁オレンジ。ほんまっすか？うん、ありますよ、おしゃれでしょね。今のレッドとか
グレーとか、はい、白とか多かったですけど、はい、オレンジは初めてですね。でしょ、うん、はい、まあ、またこのナビね、そうです、ついてます。 XX がついて、まあ、あとはCRSパッケージに付属しているものがついてる状態っていう、スマホのホルダー、USB ですね、はい、同時にアルパイのフリップダウンモニターもついてますっていう形になりますんで、この内装はね、本当にバッチリ決まってる、バッチリでしょ、ね、統一感も出てて、でしょ、うん、で、これノーマルショックが積んであるんですけど、1月、2月で、キャンペーンで、ご購入いただいたお客さんで14段ショックを選んでいただいたんで、14段ショックも入ってますっていう形です。おー、はい、ていうか今、キャンペーンっていうかビックリプライスでしたっけ。やってます、やってます。うちの太田と小浦がご紹介させてもらったんで、今非常に即納車っていう形でさせてもらってるんで、はい、それに関してもどしどしご連絡いただければなと思ってます。今回の僕のこだわったところは、この UI さんのドリンクホルダーに合わせてマットもオレンジにしましたと。で、ね、僕前もご紹介させてもらったんですけど、フロントリップスポイラーついてオーバーフェンドシャッフル落としてこういう重機バチッとつけるっていう、このシンプルなスタイルでも本当にこう目を引くというか、そんな感じになるんで、まあ、こういうの作ってほしいっていうのがあればですね、どしどしご連絡お問い合わせいただければご対応の方させてもらいますんで、お願いします。なかなかそんな感じでいいかな。はい。ずっと横で見てるからちょっと恥ずかしなってきて、なんか見て見学させてもらってました。あ、そうですか。かっこいいですね、シンプルで。あ、僕、はい、あ、そう、すごい、はい、車で。あ、そうですか。褒められたかな。そうでしょ。かっこいいですね。ありがとうございます。内装も小松さんのこだわりポイントも、まず細かいところがすごいいいですよ、ね、あ、ありがとうございます。かっこいいと思います。ありがとう、はい、コーヒーを飲むからな。ありがとうございます。はい、というところでミリケンのエイジ様のご紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございます。